リンネルチャンネル。今回はホットプレートで春のパッタイというタイの、麺の料理と、あとは春人参を使ったエスニックラペを作っていきます。で、ホットプレートを使っていくんですけれども、ホットプレートっていうのは食卓にそのまま置いて調理ができたりとか、あとはパーティーなんかでもとても豪華に見えたりもしますし、熱々を食べれていい利点がたくさんあるのでおすすめです。今回のパッタイなんですけれども、ちょっと春を意識したパッタイにしたいなと思いまして、茹でたタケノコとか桜エビとか、あとはちょっと柔らかく美味しくなるニラとかですね、こちらを使っていきます。でポイントとしては、すごく具沢山で野菜もしっかり取れるところが、いいところかなと思うので、食感だったりニンニク生姜を使ったその香りなんかも楽しんでいただけるメニューになってます。合わせ調味料なんですけれども、今回そんなに濃い味付けにはしてないので、お家だとそういう濃さを調整できるので、もしお好みでもう少し味を足したいなっていうことでしたら、スイートチリソースだったりとかレモンを絞ったりとかで、味を足してみても美味しいと思います。
エスニックラペの方なんですけれども、これは、パッタイに合わせてちょっとこうエスニック風な人参のラペなんですけれども、普段 あまりそういうエスニック系にしないお料理かと思いますけれども、ナンプラーとスイートチリソース使って混ぜるだけで美味しくなりますので、ぜひ作ってみてください。あとポイントとしては、パクチーの茎の部分を入れるとよりエスニック感が増しますので、ちょっと細かく刻んで入れてみたりとか、あとはナンプラーの香りが少し和らぐごま油をプラスすることで食べやすくなると思います。春が終わって初夏になってきた時でも、ゆでたけのこをアスパラに変えたりとか、あと桜エビがなかったらエビとかホタテとか海鮮をたっぷり入れて作るのも美味しいと思います。